ナザーエデン、時空を超える猫。はい、どうも、サオでございます。本日はですね、何章か忘れたんですけど、カエルですね、サイラス戦でございます。でね、さっきちょっとやって様子だけ見てやめようと思ってやったら、まあ、なんとあのタスクキルしたところがボス戦だと、ボス戦から始まるみたいですね。なんでもうデボスでやっていきます。で、めっちゃ曲がかっこいいですね。これはなんかクロノトリガーにも出てきたよね、カエルくんは。で、意外と火ダメがそうでもなかったので、ある程度てか全体攻撃が来るっぽいから、そこから回復に回ろうかなって思います。峰打ち怖いな。これが属性攻撃。あ、これ来たらヒールの準備始めます。で、チェンジをね、またしっかりやっていかないと。で、なんで俺いつまでこの3人パーティーでやってるんだっていう話でもあるんですけど、まあ、こいつを倒してあのボスクリアガチャで星4引けば、まあ、パーティー増えるんで、あと多分このカエルも仲間になるはず。ここからね、初見なんでね、ちょ、一旦戻します。あともう一旦、もう一旦を。オッケー、上がってこい。はやぶさ切り、ツインショット。まあ、いけるでしょう、今回は。あとで装備とか見せます。あとで前に入れときます。マインドスタンプ。いや、マインドスタンプじゃない、ヒール。いやーねー、きついねー。ヒーラーがね、クリアするまで手に入らないからね、もう一体ね、このまま行くと。いや、やばくないっていうか、あ、違うんだって、そいつ、主人公やめて、アルドやめて、マジでやばいから。あ、ちなみに装備はね、ここの鍛冶屋、お城の鍛冶屋で一番強いやつつけてます。よいしょ。曲かっこよすぎて喋らなくていいんじゃないかっていう。メディカルサポート、オッケーオッケーオッケー。ね、余裕があるんで一旦戻します。よし、で来るでしょ。上げるってか、攻撃力下がってない？上がるってか、俺いい加減ね、デバフ使おうって話なんだけど、デバフないよね。規制ダウンしたってしょうがないからね。しょうがない。これが最善の戦い方だ。オッケー、上がってこい。コンバットモード。ヒール。いや、これはいけるでしょう。最後の最後になんか大爆発みたいなのなければ大丈夫ですね。メディカルサポート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 。痛いけど大丈夫。メディカルサポート。まあでもこのパターンがね、1パターンなんで、こいつはカエルくんはもう全体攻撃に注意すれば大丈夫ですね、3人で。まあレベルも上げちゃってますからね、言うて皆さんどれぐらいでクリアしたかわかんないんですけど、まあ、星5とか持ってれば超簡単じゃないですか。いける、ゴリ押せ、ゴリ押そう、ラスト。オッケー。サイラス打ち取ったりでございます。じゃあね、この章終わり次第ね、ボスガチャ引いていこうかなって思います。さあ、カエルが仲間になってくれるのかな？もう思ったよりやるでござるな。うわ、耳にゲコゲコ言ってる。カエルさん何か誤解があるようです。はい、誤解してます。カエルだな、本当に。これね、事情があって俺たちですけど、そう、落とされたんですよ。なんか、城主に。まあ、何回死んだら、城に戻れるっていう謎のルールありますけどね。全然そんなんじゃない。あ、そう、死んでるんで、何回も。お城からわざわざ沼に来てるんで、望んできてます、こいつらは。今。望んできたわけじゃないって言ってますけど。いや、危ないところでござった。参った参ったでござる。
小猿だって改めて言ってるよ。その私はここでない。そう、パシファル王がね、めっちゃ悪いやつなんですよね。はいはいはい、長いっすね。生、あ、手を貸してくれないかって言うんだ。どうして拙者が、そうだよ、なんで急にカエルをスカウトしたんだろう。そうなんだよね、一切関係ないもんね。その計画を潰せばいいでござる。イエス、よしよしよし、あざす。よかった、4人目の仲間ができたわ。カエルだけど、サイラス、ほい、ありがとう。よかった、マジで。これで楽になる。うわ、マジでよかった、4人目。まあ、そんな強くないっぽいですけど。倦怠の品。ああ、そうそう、この品を、バッテリーパックなくしてたんで。あざっす。いや、カエルがね、仲間になりましたね。はい。アーク2、戻ってきた。そんなとこに通じて、ああ、そんなとこに通じてるんだ。時の塔、やっと時の塔だ。やったー、そう、リーカの最強武器じゃないや。ここの最強武器が作れなかったんですよね。時の塔行かないと。ふいふいふい。おお、やった。10章終わったかな。そしたらアナザーホース使えるからね。はい、カエルさんが仲間になりました。今回は、おお、いるいる。ありがとう。12時回っちゃった。さ、収録時間バレちゃった。なというわけでね、まあ石はねめっちゃあるんですよ、まあ、ただルール上ね引くことできないんで。あ、シナリオは、10章までいった。まだ9章ですね。次の章でアナザーホースが解禁される、解禁されますね。ではでは、ボスクリアガチャ行きましょう。1165回は引きませんけど、あ、そんな引けねえわ。行きましょう。さあ来い。星5でもいいんですよ、あのクリア後に使うんで。星5でもいいんですけど違うんだよね。星4、お、来たー、使えるぞ。やっと使えるキャラが、この縛りにして、この謎の縛りですけど、ついに星4キャラが出ましたね。これで2体獲得だわ。もうここから縛りなのか謎になってきますけど、まあまあまあ、強くなかったら使わないですけどね。ちょっと見てみましょう。まあ、これでやっとよ。あ、かなりパーティーになってきた。アビリティ、突耐性ダウン、水、あ、水かぶってるよ。水のキャラ、水の。気絶付与いいじゃん。え、めっちゃ良くない？こういうスキル、14の気絶付与。で、アビリティボードか？水属性の突、全体攻撃ない？お、全体攻撃やった、いいじゃんいいじゃん。じゃあこの2キャラをね、あ、まあ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 使っていきたいと思いますが、まあ、星4のキャラはあのサイドから使うっていうルールなので、まあ基本的にはこのムカキンパーで、途中からロベーラをね、まあバリアブルちゃんと使って出すと。いいっすね。なんか4人パーティーですよ。久しぶりに。もう前のデータぶりですよ。ああ、そんなことない。エイミーいた時4人だった。いいっすね。というわけでね、今回はね、ガチャ結果も良好でした。はい、また見ていただければ幸いです。ご視聴ありがとうございました。